2023年3月18日に開幕した第95回選抜高校野球選手権大会にて優勝候補と称される大阪桐蔭高校は、第3日目の3月20日に行われた福井県の敦賀気比高校との2回戦で3対1と勝利し、選抜連覇に向けての初戦を見事に突破しました。エースの前田悠伍投手も毎回の14奪三振を奪う快投で9回1失点の完投勝利。そんな前田投手の凄さや恐ろしさを他校のライバルたちが語っていたようですが、果たしてそれはどのような内容なのでしょうか。ライバルたちが語る大阪桐蔭エース前田悠伍の恐ろしさとは。2023年の春の選抜もやはり注目されるのは優勝候補筆頭の大阪桐蔭高校ですが、そんな同校でエースナンバーを背負う前田悠伍投手は世代ナンバーワンピッチャーと呼ばれ、2023年の NPB ドラフト会議でも上位ドラフト候補として、プロスカウトの評価も非常に高いサウスポーです。その圧倒的な存在感は、4年ぶりの優勝を成し遂げた昨年の選抜から遺憾なく発揮されており、昨年の2022年は夏こそベスト8だったものの、秋の明治神宮大会は新チーム以降に行われた公式戦を無敗のまま制覇し、昨年の初優勝からの連覇に見事貢献しました。ストレートや変化球の精度が高く、抜群の制球力を誇る投球術はもはや言わずもがなという感じですが、同じ大阪府に籍を置き、大阪桐蔭のライバル的存在といえる履正社高校のエースである3年生の増田壮投手は、ピッチング以外の技術も完成されていて、前田投手のすごいところであり恐ろしいところですね。特に牽制の技術がとても高くて、足の使い方やクイックの速さを変えたりしながらアウトが欲しいところでアウトを取れるんですよと、これまでの対戦で目にした内容を分析した上でその凄さを語りました。そして増田投手と同じ履正社に所属し、前田キラーとも呼ばれるプロ注目の俊足高打の外野手である3年生の西良太選手は、1番打者としてこれまで何度も前田投手と対戦しておりますが、その西選手も前田投手の牽制技術の高さに苦笑せざるを得ないほど手を焼いているようです。2022年の春、夏の大阪大会の決勝で大阪桐蔭高校と対戦した際には、いずれも初回に出塁した西選手でしたが、前田投手の巧みな牽制でアウトにされ、春と夏で2度も攻撃の芽を摘まれてしまったのです。50メートル6秒3の俊足を誇る西選手さえ、牽制に注意すべきと分かっていてもとにかく分かりにくいんです。走りたいと思っても前田投手相手では走れないですね。とにかく彼の動きに注意しながらアウトにならないことが一番ですと、お手上げにも近いコメントを残しているのです。今年の2023年の春の選抜に出場を果たしている同校が勝ち上がれば決勝で対戦することになりますが、果たして実現するのか注目したいところです。WBC に刺激を受けた大阪桐蔭高校の主将前田悠伍が語る選抜への思いとは。2023年の春の選抜の開会式では大阪桐蔭高校のキャプテンとして優勝旗を返還した前田投手は、選抜史上初となる2度目の連覇に向けて、この開会式でやはり甲子園は自分たちにとって最高のステージであることを実感しました。優勝したいという思いがより強くなりましたね。返還した優勝旗をまた取り返すつもりで大会に臨んでいきたいと思いますと強い思いを語りました。そしてこの選抜大会に挑む前には、 WBC の舞台で戦う侍ジャパンこと日本代表にも大きな刺激を受け、とても学ぶべきことがありましたと前田投手は語ります。投手も野手ともに選手の皆さんが高いレベルで戦っているなと思いましたし、自分たちは日本を代表しているという強い責任感も感じ取れましたね。スタメンで出場している選手に限らず、途中交代で出場する選手、そしてベンチも含めて日本代表の皆さんが真剣勝負で戦っているのが非常に伝わってきました。侍ジャパンの皆さんとは違って自分たちはまだまだですけど、同じように本気で戦えることはできます。もちろんスタメンだけでは勝てないので、ベンチのメンバー、そしてスタンドで声援を送る部員たちも含めた2学年44人で戦って勝っていきたいと思いますと、昨年秋の新チーム結成から掲げていた全員野球で選抜に挑む決意を語りました。前田悠伍が選抜での対戦を熱望する他校のライバル選手とは、
前日では選抜への熱い思いを語っていた前田投手でしたが、同投手が選抜の開催前に、また対戦したいですね、と語った選手がいます。その選手とは広島県の広陵高校の3年生であり、高校通算50発を超える本塁打を記録し、前田投手と同じくプロ注目の選手である真鍋慶太選手です。昨年の2022年の11月24日に行われた秋の明治神宮大会の決勝戦にて、大阪桐蔭高校は広陵高校を相手に6対5で勝利して見事に神宮大会の連覇を成し遂げました。前日の真鍋選手から4回裏にツーランホームランを浴びるなどしながら、一時は5点差に離されるなど、試合前半は苦戦を強いられる展開でした。しかし6回に逆転を果たすと、その回からマウンドに登板した前田投手が無失点ピッチングを披露し、1点差で逃げ切った大阪桐蔭が見事勝利したのです。その試合の中で7回表に四球で出塁した前田投手は、その際に一塁を守っていた真鍋選手と言葉を交わすことがあったようで、7回にフォアボールで出塁したのですけど、真鍋選手に打たれた後だったので、次の甲子園では必ず抑えるからって言葉をかけました、と、真鍋選手へのライバル意識を前面に出したようなコメントを残したのです。そして、この神宮大会でもブルペンに立った際には真鍋選手に、早くマウンドに上がってこいよというようなジェスチャーを受けたらしく、そのこともあってか、この試合で対戦できた際はとても嬉しかったようです。なお、この神宮大会での真鍋選手との対戦成績はレフトフライ、センター前ヒットと2打数1安打でした。そして今回の2023年の春の選抜で大阪桐蔭と広陵が勝ち上がった場合に対戦するのは決勝戦となります。果たして今回の選抜で両者の対決は実現するのでしょうか。選抜連覇に向けて、西谷浩一監督が掲げる大阪桐蔭高校野球部の今年の心情とは、大阪桐蔭高校は2023年春の選抜の初戦の相手となった敦賀気比高校を3対1で下しましたが、2015年の春の選抜準決勝で0対11と屈辱の大敗を喫した因縁の相手との初戦を前に、前田投手は、相手は非常に粘り強い野球をするいいチームではありますが、相手のペースに合わせてしまっては勝てません。自分たちの野球を貫いていきたいと思います、と意気込みを語っておりました。そのように初戦の相手を粘り強いチームと評した前田投手ですが、くしくも大阪桐蔭高校の西谷浩一監督が今年の心情として掲げているのは、バッテリーを中心にしっかり守りを固めながら粘り強く野球をするということでした。そうして敦賀気比高校を相手に3対1で勝利し、見事に初戦を飾ったその試合内容は、前田投手が被安打8としながらも9回を1失点と完投勝利を収め、西谷監督が掲げた粘り強い野球を見事に体現したのでした。今回の選抜では連覇がかかっているので、春に日本一になることを毎日のように言い続けていました。毎試合一戦必勝で頑張っていきますが、まずは初戦を勝てるように頑張りたいと思います、と、上昇軍団、大阪桐蔭高校のキャプテンとしての風格を漂わせながら試合前に語っていた前田投手でしたが、その言葉通り初戦を勝ち、連覇への第一歩を踏み出したのです。ドラフト上位指名候補として、プロスカウトや高校野球ファンから高く評価を受ける前田悠伍投手。そのような肩書きがついた選手が所属するチームはワンマンチームに思われがちですが、言うまでもなく大阪桐蔭高校は決してそんなことはありません。前田投手の他にも実力のある投手を5人も揃え、個々の能力が高いスタメン野手陣はもちろん、控えにも優秀な選手が揃っています。そんな超一流の全員野球が可能な大阪桐蔭高校の選抜連覇は盤石なものではないでしょうか。